東京マーケットワイド生放送でお送りしています。この時間は内藤証券投資調査部浅井陽三さんと今お電話がつながっています。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。日経平均はまだ22円安といったところですが ね、まあ、日銀 の、決定会合のコメントが出ましたら途中でもちょっとそれを入れさせていただきますから、ちょっとご了承いただきたいと思います。わかりました、はいはい、まずは今日のお話から。はい、そうですね、今週はですね、乱高下が まだ続くと思うんですけれども、はい、まあ、日経平均株価指数の方は自立反発のタイミングを探るんじゃないかとような展開になるんじゃないかと思います、うん、まあ、今朝の FRB がゼロ金利を再開させてですね、量的緩和策も再び行うということで、あとは日米欧など6中銀がドル資金の供給拡充に協調するということで、ドル資金の逼迫を緩和するような動きに協調体制を組むという形になりました。そういった形で各国 の、そのウイルス、コロナウイルスに対するですね、封じ込める動きというのが徐々にちょっと表面化し現れてきているということを注目したいと思います。で、時間外の株価指数先物材料で尽くしで、先週末の上げ幅をちょっとなくすような失うような形になっているんですけども、薄商いの中で材料で尽くしとはいえですね、薄商いの中での目先筋の動きなんで、あまり気にすることはないのじゃないかなと思います。安値圏での乱高下という形ですね、はい、でそれで、アメリカの方が13日に国家非常事態宣言を宣言しまして、ウイルス封じ込めに検査治療体制強化ということで、向こうの感染者数が15日に2000人を超えて、増加ペースが加速してまして、短期的に感染者数が顕在化することで、この検査体制の強化 で、増加ペースが早まる可能性もあって、それをちょっと市場が織り込む懸念も多少はあるんですけれども、それによってですね、相場の方、市場の方は混乱を早期に織り込む形になってくるんじゃないかと。で、各国の中央銀行による大幅な金融緩和策なんかも引き続き行われるという形で、日銀の方にも期待したいわけなんですけれども、そういったところで、ETF の機動的な買い付けとかですね、企業融資の資金の定理貸し出しとかを打ち出すんじゃないかというふうに見られています。で、原油急落で多少その不透明感強いんですけれども、欧米での感染者数の拡大ペース、欧米でですね、今広がってますので、そちらの方の拡大ペースが鈍化すれば、経済の立ち直りの、兆しとかですね、あとは緩和マネー、今回金融緩和を各国行いますので、緩和マネーの市場への流入が想定できて、市場回復に向かうんじゃないかというふうに思います。さて、いつもの通りなんですけども、ちょっと資料の方を見ていただきましょう、はいはい、ニューヨークダウの方はご覧の通りで、先週末は安値、一時2万1200ドル前後まで突っ込んでですね、戻した形、先週末戻した形だったんですけども、再び材料尽くして売られているという形ですが、ここはまだ割ってないというところですね。それから半導体株指数もご覧の通り同じような動きになっています。から10年国債利回りの方は投資家の不安心理が和らいだということで、緊急利下げがあったんですけども、逆に金利の方は上昇してきたという形になりました。円相場の方もですね、105円の83円先週末だったんですけども、一時101円まで行ってですね、終章にですね、それで105円の83銭、106円85銭まで行ったんですけども、そのあたり、現在そのあたりで推移しているんですね。低利つく通貨とされているんですけども、円売りにつながったという形であります。上海総合指数の方は、こちら人民銀行の新供給量の拡大とかですね、預金準備率の引き下げなど金融緩和期待があってですね、比較的しっかり他市場と比べてしっかりという形になっています、うん、現在15ポイントぐらい下がってたと思うんですけども、そういったところ3000ポイント割れの水準で推移していると。そして WTI の方は、財務基盤の弱い新興国産油国の財政不安とかですね、あとシェールオイル事業者に対する融資の債務不履行リスクがちょっと浮上してまして、その辺がちょっと気になるところでありますが、30ドル前後の推移という形です。で、日経平均株価なんですけれども、今回はウイルスが相手ですので、商いの少なかった真空地帯を戻す可能性というのはあると思います。
後からも話してますけれども、現水準あたりからですね、戻しても2万あたりには、まあ割とすんなりと戻す可能性もあるかなと思います。はい。これは16年から16年の安値圏のもみ合い水準、このあたりまで下げてきてます。トピックスも、次のページトピックスも同様でございまして、まあ下げ渋る水準にはまだが来ているということですね。それから EPSPR の推移ですけれども、こちらの方は、この前、先週ちょっと若干ちょっと上段っぽく12月、18年12月の 10.71 倍までいけばですね、まあ、1万7000台っていうことはまあないかなと言ってたんですけども、まあ、実際そこまでちょっと低下してきました。 EPS もじわじわと、まあ、低下中という形になりまして、現在その12月25日、18年のですね、ここまで下がると 1万7237円ですので、まあ、このあたりまでは到達しているという形になっています。そして、工作機械受注の推移なんですけども、先週発表されました。今回はですね、生産が止まってメーカーの在庫は少なくなっています。それで今回平常ならですね、設備の過剰が生じているとはまあ言えないわけで、特にまあ船体分野とか半導体とかの向けての需要というのは引き続き、まあ、かなり、あるというふうに考えられますので、まあこういった設備投資の財布的仕様であります工作機械受注の推移を見ますと、だいたい過去ですね、2000年の9月から2000年の1月で、17ヶ月、調整、それから減少ですね、それから2007年の9月から2009年の1月まで17ヶ月、そして、11年から13年で20ヶ月ですね、11年6月から13年1月、そして15年3月から16年1月で、10月で20ヶ月ということで、だいたい17から20ヶ月ぐらいの最近は調整なんです。で、直近はですね、18年3月ピークで、そこから25ヶ月目ということで、約2年間、まあ、設備投資の、まあ、調整が続いているわけなんですけども、まあ、そろそろ、まあ、きっかけがあればですね、心理が好転すればこちらがこう増加する可能性というのはあるんじゃないかなというふうに思います。から海外投資家の売買動向は4週連続で売り越したんですけれども、前週よりは現物先物ともに売り越し幅が少なくなりました。ということで、まあ、真空地帯の下げの中で商いがあまりできずに下げてきたというところでですね、外国人の売りも現物先物ともに若干ちょっと少なくなったというところでございます。それからテクニカル指標を見ていきますと、騰落レシオと RSI、こちら騰落レシオは先週末 43.3%、 70% 大きく割り込んでですね、ボトムゾーン、 RSI も 20% 割り込んで 8.6 と1桁台まで下がりました。 RSI の1桁台はこちらはリーマンショック後の10月、2008年の10月10日の 7.1% とかですね、そのあたり、それから16年1月12日の 9.9% とか、まあ、そのあたりになってきますので、まあ、ほぼボトムゾーンとした示しているというふうに思います。で、次のページがですね、1989年4月から1991年12月までの騰落レシオの推移なんですけれども、こちらですね、 44.3%、 90年の8月23日、今回 50% 騰落レシオ割り込みましたので、木金とですね、43.3% まで下がったのは43.3% まで下がったわけなんですが、これが90年の8月以来の水準ということになります。この 50% 下回った局面というのがそのあたりになってくるわけなんです。この3日間になってくるわけなんですけども、青いところですね、こちらの方とからは一旦、反発に転じて90年3月まで、日経平均株価は反発に転じたということになりました。まあ、この時はバブル調整の段階なんで、再びまあ92年の8月の1万4000円まで下げてるんですけども、まあ、この時とは環境、金利水準とかですね、この時は 6% 台の金利だった、肯定倍だったんですけども、まあ、全然環境は異なります。それから新安値銘柄数の推移は1720、今回2銘柄まで増えました、先週末ですね。これも直近で見ますと、この18年12月の1601銘柄とか、こういったのをはるかに大きく超えてきましたというところで、こういった新安値銘柄数からもボトムを示唆するような形にはなってきて、売り込まれすぎという指標が出ているんじゃないかと思います。業種別の株価指数の動き、こちらの方はですね、19年の12月17日を100として見てみますと、ご覧の通り直近の上下の動きを見ていただきたいんですけども、情報通信、こちらの方がですね、まんべんなく上がってまして、中古型株とか結構含まれているんですけども、
例えばアクセスとかフリービット、V キューブ、オラクルとかオプティム、チェンジ、オルトプラス、テクマトリックスとかですね、そういったところがですね、総合的に上げてまして、大きく売られた小型株が戻す形で情報通信も押し上げていると。もちろん、ですね、NTT ドコモとか KDDI とかそういうのも上がっています。それからあとはもう上がっているのは日経ジャスダック平均、中小型株が上がっているというのも、反発してきているというのも今日の特徴ですね。それからリクーン、こちらの JR グループとかが挙げてます。その次はのページはですね、外需型の企業が中心なんですけども、こちらの方は、ほぼトピックス並みという形になってます。直近では海運とか鉄鋼が引き続きちょっと軟調という感じですね。さて、ですね、今日の銘柄、この相場で、なかなか選びにくくてですね、配当利回りの高い銘柄とかも先週選んだりとかですね、しました。そういったところで、先週はそういったところあれなんですけど、今日はですね、下落率がトピックスより大きい、銘柄です。最高益の更新予想銘柄、もちろん業績修下方修正の可能性はあるんですけども、そういったところから選んでみました。システム開発とかの TIS とかですね、それからこちら抗がん剤とかもやっている日産化学、それから新越化学、こちらはシリコンウェハーの最大手ですね。それから野村総合研究所、こちらもシステムインテグレーターです。それから日本新薬はこちら医薬品会社ですね、日地分野に特化します。あと富士フィルムホールディングス、こちらの方は子会社の富士フィルム富山化学で、アビガンですね、以降インフルエンザ剤が今回、コロナウイルスに効くかどうかというのを実験中です。それから資生堂、こちらの方はちょっとインバウンド関係がですね、なかなか不調なんですけれども、この先の回復に期待したいというところですね。あとリクルートホールディングス、こちらの方は人材、紹介とかですね、それからあちらの方店舗の支援とかそういったのを行ってますけども、スマートレジという無料のレジを使ってそういった店舗支援を展開してるんですけど、そういったところをちょっと注目したいと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、そういったところで、注目したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうも、ありがとうございました。内藤証券浅井陽三さんに伺いました。